ね、これも、その、月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力を、まあ、長く聞いてくれてる人は覚えてるかもしれないし、今日初めて聞いた人は全然、あ、そうなのって話ですけど、ファミ通にずっとこう、コラムの連載してるんですよ。えーっと、まあ、原稿用紙3枚分ぐらいの、え、週にい,っいっあの、1回。で、 確かあれ、1998年ぐらい、あ、定かじゃないの、その前にまたちょっと違う連載やってて、それを切り替えて今の連載になってんだけど、1998年ぐらいからずっと連載やってて、で、それを単行本にしようっていう話があるっていう、ね、単行本にしようって今話なんですよっていうのを、皆さんにお伝えしたのが多分1年ぐらい前だと思,、うん、思うんですけども、まああの、この1年間コツコツ作業してたんだったら堂々と言って良さそうなもんですが、まあ、完全に頓挫しておりまして。 なんか嫌になっちゃったっていう理由で。なんかわかんないけど、それ膨大な十何年分っていう、十何年分って量だから、普通の単行本にまとめるとしても、二年分で一冊ぐらいなんですよ。で、その壮大さに下坊が出ちゃって、もう下坊が止まらないから、僕はもう、あの、ファミツーのビルに行きません、つって、しばらく行かなくて。で、まあ、あの子はね、無理に来いっつっても、まあ余計来なくなる子だから、なんていう、 対応政策っつも。それが、あの子は無理にやれっつっても余計意固人になっちゃうから、まあ対応政策っていうのをそのファミ通の長田編集長がやったせいかな。調子に乗りましてね。一年間一切連絡取らないっていう。黙ってその週分の原稿だけを送り続けるっていう形を取りましたら、 まあ、さすがにもうぶっ飛ばした方がいいんじゃねえかって話になったみたいで、もうちょっといい加減にしてもらえませんかねみたいな。そういうので。で、また作業が再開いたしまして。一応、俺の意向としては、その2年分ずつ2冊、最初に2冊出すみたいな。で、まあ2冊がそれなりに評判良ければその後も書くけど。だから今さ、もう丸2年かかっちゃってるわけじゃん。その丸2年間を、 かかって、最終したのは、もう2冊は無理だから1冊だけ出しましょうって話になったんだけど、ちょっと待ってくれと。丸2年かかってると。丸2年かかって2年分の1冊を出すっていうことは、一生終わらないってことだぞっていう、これは、一生この連載に追いつかない、もう無限にずっとやってることになるから、頑張ってここは2冊一遍に出しましょうおさな編集長 お前がやれんならそうしてよっていう、ああ、まあまあ、そうしたらねつって。それで今、その、4年分ぐらいを。まあ最初その連載そのまま出してもいいと思ってたんだけど、その連載当時しか通用しない、その、今ではもう寒いところは何を言ってんのかわからないっていう。で、その連載の第1回が、ミルクの国っていう、 キャンディーが当時売ってて、ほいでそれにアルプスの少女ハイジが出てくる CM を俺が痛く気に入ってたみたいで、その話がずっと書いてあるゲームじゃなくて。<laughs> ミルクの国からこんにちはって書いてあるのね。意味がわからない <laughs> じゃん、そのまま出されても。もうだって十何年前に面白いと思って、その当時だってそんなには面白くなかったやつだから、もう今更わからないから、それに対して言い訳を過失しないと、それはも,もう、本として申し訳ないだろうと思うから、上半分が当時の連載で、 え、見開きでパッて開いたら、開いた上半分が当時の連載で、え、左側のページの下が、当時の紙面を見て今思うこと。で、右の下が、当時の連載を見て今思うこと。で、だから右下の方に、ミルクの国ってその当時流行ってたお菓子なんだけど、もう全然わかんないよね、みたいなやつ書いて。 で、その左下のところには、その当時の連載号のバックナンバーがファミ通の編集部に全部あるから、それを見て、あ、こういうことだったんだ、当時、みたいなやつを、あのー、書いたりとか、する。もう、全集にわたって書く。すべてのページにわたって書くっつって、誰が言い出したなんだろうな、あの頃の俺のやる気。<laughs> 今、こんなに心が弱い人になってるのかかわらず、あの、一年前の俺のやる気は何なんだかわかんないんだけど、 それ全部書くっつって。だらもうほぼ書き下ろしなのよ半分に関して言えば。で、しかもそれ2冊出るってことは、1冊ゲームに関してだけで書き下ろしをするような、なんなのこの安受け合いは。おい <laughs> で、1年前ぐらいで、またさ、それもさ、普通の人とさ、へこたれ方もへそ曲がってるから、<laughs> 普通の人ってさ、最初でへこたれるじゃん、そんなの。あと20号分ぐらい。100号のうち8割ぐらい出来上がってるのに、そこでほっぽり出してんだよね。 俺、どうやら。あと、ちょっと頑張ればいいところで。これだけど、ゲームの世界の1年間って早いから、書き直した原稿の中に書き直さなきゃならないとかすげえ出てくるのよ。要するに、w i i u なんて出ると思ってないし、あと野球ゲームの振り返りなんかだと、 あの十何年前に、その、べ、えー、パワープロに入ってて、今も入ってる選手なんて、今も現役の選手なんて、金本選手ぐらいだねとか書いてるわけ。で、それと金本選手辞めたりとかしてるから、そこは書き直しになったりする、今すごいめんどくさい感じと、<laughs> あと、あの、とにかく、この手を止めたらまた長く止まるからっていう理由で、 週2ぐらいでこの3週ぐらい行ってんだけど、今週はバックルてやろうと思ってる俺がいるのだね。<laughs> だからこれどうしたもんかわかんねえんだけど、ただね、古いファミ通読んでて、申し訳ないっていうか、俺がこう釘付けになるのは、十何年前に、ワンダースワンっていうバンダイから、まあ、携帯ゲーム機なんだけど、ゲームボーイがそろそろ終わって、ゲームボーイから、 そしてアドバンスに向かう頃にバンダイからワンダースワンっていうすごい安くてちっちゃいゲームが出たる。で、何が有名だったかっていうと、そのゲームボーイを作った横井軍平さんっていうこのニンテンドーの本当にゲームのこの人いなかったらやっぱりゲームってものはなかなかなかったんじゃないかって言われてるような人が設計したまた新しいタイプのその携帯ゲームっていうことで打ち出したんだけど 全然ダメだった。まあ、あれ、全然ダメだったね。その、ゲームボーイキラーにもならなかったし、なんとなくふ、ふーんって感じで終わっちゃったんだけど、今十何年前のファミツー見てみると、結構俺が見逃してたというか、今考えると面白いみたいな。要はちっちゃい携帯用ゲームなんだけど、それの側になる、テントウムシのロボットみたいのがあって、テントウムシのロボットの背中に、そのゲーム、えっ、ーえー、と、ワンダースワンを入れて、 ワンダースワンにこのテントウムシの動き方をプログラミングできるってそれほいでその2台のワンダーボーグって多分名前だと思うんだけど、背中にゲーム機っていう頭脳を積んだテントウムシ同士がセンサーでどれぐらい近づいたら、 回避行動をするみたいなことをさせられるメカとかがあって、うわ、これすっげえ面白く、めちゃめちゃ欲しいじゃんと思いながら、あれなんで12年前に全く応援しなかったんだろうとか、12年前になんとも思わなかったんだけど、今見ると画期的で、またゲームがネットに繋がるようになったのがいつ頃なのかあんま覚えてないんだけど、ちゃんと携帯電話と繋げて、十何年前にだよ。その通信でゲームをやろうとか、 ダウンロードしてみようみたいなこともすごいやってるんだけど、なんとも思わなかったね、当時ね。ワンピースのゲームもう出てたりすんだ、すんだけど、十何年前で。全然ノーマークで、今毎回、その、新しいワンダースワンの情報を見ては、その単行本の今思うことのコーナーに、ワンダースワンでこういうもんでんだぜっての書いてんだけど、12年前で書いてやるよっていう、12年前になんで書かねえんだよっていう。 小林やですランキングトークバラエティザ・トップファイ5リターンズ金曜日のパートナーは音楽ジャーナリストの高橋ですさん知りりたいランンキグとかあまえハンバーグのランキングとかラーメンのランキングとかスナック菓子のランキングとか全部ジャンクフードじゃないですか味濃いの大好きなんですよ金曜の「ランキングトークバラエティザ・トップファイ5は午後6時から生放送今のさ CM のさ TBS で小林マヤアナウンサーの新しい番組始まりますよ、みたいなやつは、北海道とか流れてないの。北海、道それ流れてたんですよ、今北海道とか福岡の人からして、みた流れてたんですけど、もうそのトーンを聞いてるとね、5年なんてなかったみたいだね。<laughs> 多分小林マヤアナが最後に TBS の所属だったって何年前 2009年、3年前あ、まだ3年だけどね、あの、5秒前まで、5秒、全く変わってないね。全く変わってない、いいんだか、悪いんだかだけど、<laughs> ね、<ー>その、その感じでしたね。えー。何の話し,したんだっけな。えー、っと、そうそう、ワンダースワン。ワンダースワン。ワンダースワン当時、持ってた人、どれぐらいいるのかな俺は、申し訳ないけど、 ノーマークだったんだよね。なんかそのゲームボーイアドバンスとかがまあ出てくるっていうことの方に、こう、軍兵ってゲームばやったんですよ。その、横井軍平さんが残していったパズルゲームの軍兵とは結構ハマってやった覚えがあるんだけど、その後、ちょっと目離してる隙にワンダースワンなくなってたイメージなんだよね。なんか、その覚えてるのは、ワンダースワンって白黒だったんですよ。 で、白黒で、やっぱゲームボーイがカラーになろうっていう時に、なったっていう時に、白黒なんだっていうテンションの落ち方が一つあったのと、しかも、すぐ後にカラー出ますみたいな。ワンダースワンカラーがすぐ出ますよみたいなことが、もう白黒出たばっかりの時に宣伝されてて、じゃあ今買わなくてよくねっていう空気も、ちょっとあったんだよね。どっちが先か、ネオジオポケットってのもあったよね。ネオジオポケットっていうのもそういう、 なんかネオジオポケットっていうのが出たと同時ぐらいにネオジオポケットライトも出るよみたいな。で、その後ちょっと待ったらネオジオポケットカラーも出ますみたいなのをやってて、なんかバタ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 って言っちゃった気がするんだけど、ラジオ聞いてる人で、俺ワンダースワンすげえやりましたっていう、伊集んさん謝ってくださいすごい面白かったんでっていう人いたら、<laughs> なんかもう大して気のない感じの謝り方はまあしますけども。<laughs> その謝り方はなんだっつって、論文の厚くんに怒られるぐらいの謝り方。 すいません、すいません、みたいな感じにはまあ、なりますけども。あのー、大丈夫かなあの、ワンダースワン持ってた人だけだったらば、メールサーバーパンクしないよね。ワンダースワン持ってた人だけね。ワンダースワン持ってた人が、ワンダースワンこんな感じだったりとかありましたら、えバカアットマーク TBS.CO.JP。バカアットマーク TBS.CO.JP。それ、ワンダーボーグっていう、 そのテントウムシの形の、そのワンダースワンをセットすることで、えっと、ロボットになるような、その、記事が、それのが出ますよっていう記事があって、え、お一人様何台まで見たこと書いてあって、そんなに売れてないって、お一人様に制限かけるほど売れてないと思ったのと、あと、それの、猫版とか犬版みたいのも出す予定みたいなこと書いてある。俺が今読んでる年度のファミ通には、 で、そうすると当時は、相棒の偽物のどうしようもないのいっぱいあったじゃん。あれの一個みたいに多分捉えてたと思うんだけど、よく読んでみると、その、結局実現されたのかどうかわかんないんだけど、ワンダースワンの中に自分でその行動パターンを、こう、プログラミングできるみたいのは、お、なんかちょっと、いいなっていう。で、まあこれを聞いてるワンダースワン作った人たちは、おい、じゅう、今か。<laughs> むしろ俺の中ではもう触らないことにしてるあの、夢のワンダースワンだけど、今なのかと思ってるかもしれませんが、まぁちょっとそういうワンダースワン話に限って、バカアットマーク tbs.co.jp まで送ってください。えワンダースワン。ワンダースワンのメール、東京都森慎太郎。ワンダースワンが発売された時に一番売りにされていたのは、 縦にも横にも持てるぞ、ということだったと思います。ああ、そうそうそう。なんかボタン配置とかもそういう風にできるようになってたね。で、あと、えー、ワンダースワンすっごい好きだった人。えー、ラジオネームひざきなお。ワンダースワンといえば、携帯ゲーム機で、ファイナルファンタジーが初めて移植されたハードだ。そう !FF 出てたね言われてみれば。 でも、う猿のようにやり倒した自分に土下座してほしいっていう、ねえ。まあ、しませんけれども、<laughs> でもまあなんか、そうだった。で、俺割と FF 派でその頃なかったから、より多分、一番の売りが外れてるっていうことでもあんま言ってないのかね。ええ。まあ、あの、ワンダースワンに関する思い出あれば、まだまだ送ってください。えー、月曜チャンク